ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、朝雨女の腕まくり。朝の雨は降ってもすぐに上がる。か弱い女性が腕まくりして強がっても驚くに足りない。つまり、どちらも大したことはなく、気にすることはないという例え。にわか雨と女の腕まくりとも言います。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。A misty morning may have a fine day. 今日のチェックポイント。Misty. 霧のかかった。霧状の。Fine. 晴天の。晴れた。そこの男性諸君。女性を甘く見ちゃダメよ。大したことないなんて気軽に構えていると、後で痛い目を見るわよ。そう。か弱いように見えても、本気で怒らせたら、怖いわよ。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!